風が気持ちいい。絶好のベースボール日和だね。こんな天気の日は球場に行きたくなっちゃうな。ミヤさんは本当に野球が好きなんですね。お、誰からだろう。やっほーミヤさん、元気してる？カナ、マリー、どうしたの？突然だけど、ミヤさん野球しない？実はクラスの子にチケットを頼まれちゃってさ、試合に出たいんだけど人数が足りないんだね。ミヤちゃん野球好きだからどうかなって。野球か、どうしたんです？行きたいと言っていたじゃないですか。僕は見るのが好きなんだ。プレイするのはまた別さ。しおりこちゃんも一緒なんだね。よかったらしおりこちゃんもどう？そうですね、一緒にやりましょう。ニコッチとリンバくるの絶対楽しいわよ。どうします？そう言われてもいきなり試合なんて無理だよ。じゃあ練習をしましょう。私も野球の経験はあまり多くありませんから、その方が安心です。カナンさん、マリさん、どうでしょう？いいじゃない。じゃあまず私たちだけで練習しましょう。そうだね、スケットに行くからにはかっこいいところ見せないと。ナイン、久々に虹学に行きたいわ。虹学で練習はどう？私は構いませんよ。ミヤさんはそれでいいですか？オーケー、それならいいよ。では校庭が使える日を確認しておきますね。しおりこは案外強引だな。すみません、嫌でしたか？ううん、そうじゃない、気にしないで。さて、そろそろ部活の時間だ。支度しよう。負けず嫌いですね、ミヤさんは。何やってるの、しおりこ、早く行こうよ。ええ、すぐ行きます。